レッスン7、ネットワークの種類。まずはちょっと注意して説明したいと思いますが。これからのレッスン、レッスン7、8、9、10、これが一つのブロックなんですけど、これが最先端の研究について説明したいと思います。そして、詳細は変わる場合もありますけれども、デザインの質問、デザインクエスチョンなど、概念について、それがまあ永遠まで使えるものなので、 それを学べば十分になると思います。そして、例なんですけれども、例が、うちの,の研究のグループ、AQUA というグループ、そして、Quantum Internet Task Force、そしてムーンショートの、Moon Shot のチームが,が、えっと、いろいろ研究しているんですが、それの例に,に使うだと思います。じゃあ、えっと、ステップ1、Organization、団体、そして Requirements、要求。 そして今まではまあ抽象的なことでは説明したんですけれどもこれからはちょっと具体的な例にだんだん実現的なものに近い方に説明したいのでえっとそ,れそっちの方に行きましょうまずはネットワークが団体が持っていることでしょうその団体というのはまあそれが政府会社大学何でもある,あるんですけれども何か の目的があって、それがネットワーク作って運営しているでしょう。そして、それが、その目的が距離、Geographic Distance、地理的な距離なんですけれども、そして必要のノードの数。そしてそのトラフィックパターンで、それがトラフィックというのは、それがどんなアプリケーション、どんなノードから出てきているとかについて。それから、 必要なパフォーマンス、そのパフォーマンスの要求、要求は出るんですね。そして、セキュリティなんですが、今回にはあまりセキュリティについては説明しませんが、かなり重要と考えていただきたい。そして、例えば、概念が、まあ、目的が、えっと、まずは自分の会社、自分の団体持っている、リオシ・メインフレーム、リオシ・スーパーコンピューターが、それが、 使用したいんですが、それがいろんな人が,が、えっと、量子のネットワークでつながりたい場合もあるでしょう。で、それがまあ、一つの建物ない、あるいはキャンパスない、あるいは大きなグループだったら、大きな会社だったら、世界中からつながって使いたいかもしれません。そして、そういうスーパーコンピューターが、がまあ、それがメインフレーム、またはスーパーコンピューターのことなんだけど、複数のサブシステムで作っているでしょう。 サブシステムとサブシステムの間にはそれが,がつながることも重要になりますで。それがインターコネクトと呼びます。そして、この前の説明した漁子センサーなんですけれども、それがもしかしてラボ、あるいはフィールドというのはそれが、ね、と離れているところに、にはやっと野外に,にはあるとかには、それがそこから漁子データを転送して、 量子メインフレームで使うことにはしたいかもしれません。そして、そのセンサーとセンサーの間にもつながる場合もあるんでしょう。そして、まあ、例えば、量子鍵配送とかには、それがセキュリティのサービスなんですけれども、それをするためにはネットワークのを作ってやるかもしれません。そして、まあ、リオ計算、量子スーパーコンピューター、量子メインフレームを持ってて、それが 外のお客さんに売る場合もありますし、そうしたら、リオシーネットワークが,がとお客さんの,のところか,からと自分のデータセンターまでつながる場合もあるでしょう。そして、まあ、ISP みたいな形には、リオシーネットワーキングサービスをプロバイドする,することもあり得るでしょう。 それができてたら、それが目的が分かってたら、それがシステムの要求、ネットワークの要求は考えられるんですね。そして、それがまあ例えば、利用者コンピューターだったら、容量としてはいくつのキュービットが必要なのか、システムの品質、フィデ,デリティとかも考えられるでしょう。そして、計算の速さ、計算のスピードについては、それも要求になるし、 それから、まあ、ネットワークもスピードがあるんですが、それが1秒あたりには、量子もモツは何個作れるか、そのフィデリティも定義するべきなんでしょう。そして、まあ、フィデリティも言ってあるんですが、それから、さっきの言ってたことは、地理的な距離に,についても、それが要求になるんですね。これが分かっていれば、システムのデザインとネットワークのデザインをあのできるようになります。そして、 次のステップには、ネットワークのトポロジーズと,とトラフィックについてお説明したいと思います。